初心者でもプロ顔負けの DIY を可能にする人気のポケットホールジョイントジグメーカーグレッグから、この度新たなポケットホールジグが仲間入りしました。グレッグは DIY 大国アメリカで生まれた、ビスを斜め打ちして固定するポケットホールジョイントをするためのポケットホールジグを30年以上作り続けるメジャーブランドですが、この度このポケットホールジグ待望のニューモデルが発売になりました。グレッグポケットホールジグは2020年にポケットホールジョイントが手軽に楽しめるエントリーグレードのグレッグポケットホールジグ320と310が発売になりましたが、2021年に満を持しての新モデルの登場、それがこちらのデスクトップスタイルの全部入りモデル、グレッグポケットホールジグ720プロと、クランプ一体型のポータブルジグ、グレッグポケットホールジグ520プロになります。新デザイン新設計のこれらのジグは、スピード、使いやすさ、加工精度の全要素が大幅にバージョンアップ。道具の使い方はとっても簡単。もちろん仕上がりは20丸。今まで以上に DIY のハードルを下げてくれる一押しの商品になります。それでは各商品の注目ポイントを見ていきましょう。まずはデスクトップスタイルの全部入りモデル、グレッグポケットホールジグ720プロを紹介していきます。まず目を引くのはこの見た目ですね。一つ前のモデルはグレッグポケットホールジグ K5 という5世代目のポケットホールジグだったんですが、これと見比べてみると、もうなんだか時代が変わったなと思えるほどのデザインの変化を感じちゃいますね。今までの機種は結構直線的で、まさに道具感みたいな部分がにじみ出ていて、もちろん良いツールだったんですけれども、今回のデザインからはより身近になった DIY ツールの形として、個性的なデザインだけどしつこくない、木工道具なのにおしゃれ感すら感じられるデザインに個人的には好感を持っています。商品の内容を紹介します。ポケットホールジグ720本体にサポートウィング、囚人アタッチメント、本体を固定するためのクランプと材料の位置決めをするためのストッパー、必要なドリルビットとサンプルのスクリューが含まれています。また取扱説明書は弊社製作の日本語版がついていますので、購入してすぐに道具をお使いいただけます。ここからは実際の使用方法を通して商品の特徴をお知らせしていきます。まず大きな変化としては、材料の固定方法が変更になりました。従来のクレッグジグは加工する材料の厚みに合わせてジグの設定とクランプ圧力の2つを調整する必要がありました。720プロは今回、クレッグクランプシリーズではおなじみの厚みの異なる材料を全く同じ圧力で固定することができるオートマックス機能を進化させたワンモーションクランプを採用しています。ジグに材料を挟んだら、クランプパッドを下方向に押し込むだけ。材料の固定と加工穴の位置決めを同時に行います。薄い材料でも、厚い材料でも、することは一切変わりません。今回の新商品は、相当この使いやすさという部分がブラッシュアップされており、もうこのレバー一つの動作になったことで、ジグの使いやすさは格段にアップしています。使用できる材料の板厚は、13mm から 38mm となっています。本体の左側にはクランプ圧力を調整するダイヤルがありますので、クランプ時に材料が動いてしまうような場合には調整することができます。クランプ時にはジグにも相当の圧力が発生し、その点で
プラスチック製のボディを心配されるかもしれませんが、ジグ内部にはスチール製のリブが入っていますので、強度の面でも安心できる設計になっています。また、720 Pro にはサポートウィングが付属していますので、長い材料でも安定して加工できますし、もっと長い材料の場合は取り外して使用することもできます。本体の背面を見てみましょう。ここは付属のドリルビットをはじめとしたツール類を収めるストレージになっています。ドリルビット、シックネスゲージ、2サイズのドライブビットがすっきりと収められますので、細かいツールをもうなくさないで済みますね。ドリルビットの設定は2020年に発売されたクレックポケットホールジグ320からリニューアルされた簡単設定を受け継いでいます。材料にシックネスゲージを当てて厚みの範囲を読み取り、ドリルビットに刻印された数値にカラーを取り付けます。このドリルビットを電気ドリルに固定して加工の準備は終了です。ドリルガイドの左右には囚人口が開いていて、付属の囚人ブレードを差し込むことで囚人機を接続することができます。ブレードの先端はテーパー形状になっていますので、お使いの囚人機が小型タイプだった場合、ホースの内径が 28mm から 40mm 程度であれば、ブレードに直接差し込んで固定できます。お使いになられている方が多いマキタの囚人機のホースは直接接続ができます。また、これより大きいホースを接続する場合は、内径 55mm、外径 65mm のダストアダプターが付属しています。少し話が脱線してしまいますが、お客様からのお問い合わせで、普通の家庭用掃除機を木工用に使いたいというお問い合わせをよくいただきます。家庭用掃除機は、ゴミを回収するタンクとフィルターが小さいものが多く、大量のゴミが出る木工用途には適していません。どうしても家庭用掃除機をご使用になりたい場合は、掃除機とジグとの間にダストセパレーターと呼ばれる分離器をつけることによって、ゴミが掃除機に入りにくくなります。弊社では回収能力 99% の高性能サイクロン、オネイダダストディプティをお勧めしています。話を元に戻しまして、さて、実際に加工をしていきます。囚人機をオンにした状態で、ドリルビットをドリルガイドに差し込みます。ドリルが材料の先端に接触していない状態でドリルを回転させ、そのままドリルを押し込んでいきます。ドリルに取り付けたカラーがドリルガイドに当たって、それ以上入らなくなったら、回転させたままで抜き取ってください。はい、加工はたったこれだけで終了です。クランプを解除して材料を取り出します。きれいに加工ができているのがわかるかと思います。クランプの簡単さに次いで、今回個人的に感動すら覚えたのが囚人性能の大幅アップです。以前のモデルでは囚人機をつないでいてもどうしても外に木くずが飛び出してしまい、1回あたりの量はごくごくわずかだとしても、大量のポケットホール加工を連続して行った場合はどうしても定期的に木くずを取り除く必要があったんですが、720 Pro では木くずの飛び出しはほとんどなくなりました。掃除の頻度が少なくなって、作業台の上も常に綺麗なままなので、より気持ちよく作品作りに集中できることは、さすがクレックの最高クラスのジグといった印象ですね。付属のサポートウィングの内部は、小物が収納できるストレージになっています。右側のストレージを開けると、こちらも720に付属のポケットホールジグクランプと、アジャスタブルストップが入っています。
ポケットホールジグクランプは名前の通り、ジグ本体を作業台などに固定するためのもの。ジグのこの部分にクランプを差し込んで、作業台に固定すれば、より安定した加工ができるようになります。クランプの最大開き幅は最大90ミリですので、厚いテーブルでも問題なく固定できます。アジャスタブルストップは、決められた場所にポケットホール加工をしたい場合に使用する位置決め用の道具。大きめの材料では、サポートウィングの溝に固定して使用するほか、ストップバーの位置を変えることで細い材料にも使用ができます。特に複数枚の材料に繰り返しの加工を行う場合に便利です。アジャスタブルストップはサポートウィングの左右どちらにも取り付けができます。ジグを使用しないときはサポートウィングを折りたたむことができます。すっきり小スペースで保管できるところも気が利いています。また、このジグ本体は通常の垂直モードのほか、90度倒した水平モードで加工することも可能です。材料を立てるのが難しい大きめの材料などは、水平モードの方が楽に加工できると思います。ポケットホールジグクランプは、この水平モードでも使うことができます。作業台の手前にジグを固定する場合は、ジグの手前側から。作業台の後ろにジグを固定する場合は、ジグの後ろから固定し、作業台の天板のスペースを効率よく使用することも可能です。ここまでは駆け足で、デスクトップスタイルのフラッグシップモデル、グレッグポケットホールジグ720プロの紹介をさせていただきました。続いて、手持ち式のコンパクトスタイル、グレッグポケットホールジグ520プロをご紹介します。こちらも目を引くデザインになっていますね。一見、子供のおもちゃのように見えるかもしれませんが、これがなかなか非常に理にかなった設計になっています。はじめにご紹介したポケットホールジグ720プロが、最高クラスの卓上モデルだとしたら、このポケットホールジグ520プロは、使う場所を選ばないポータブルジグといった趣で、520プロの出番が増えるシーンというのは非常にたくさん出てくると思います。商品の内容をご紹介します。ポケットホールジグ520本体に必要なドリルビットとサンプルスクリュー、あと、組み立て時の材料固定に便利な小型のフェイスクランプが1本含まれています。日本語の取扱説明書ももちろん付属しています。使用できる材料の厚みは 13mm から 38mm までと720プロと全く同じです。ここからは実際に道具を使っていきますね。まず、材料の厚みをシックネスゲージで測ります。ドリルビットの設定も720と全く同じです。ジグ本体にも同じ設定をする必要がありますので、数値を合わせてドリルガイドの位置を決めます。ジグに材料を挟んでトリガーを数回押し込むと、材料をしっかりクランプすることができます。こちらもジグ内部にスチール製の補強プレートとバーが入っていますので、強度面の心配もありません。あとはドリルガイドにドリルを差し込んで加工するだけです。はい、こちらも簡単に加工をすることができました。デスクトップタイプは、ジグのあるところに材料を持ってきて加工する使い方がメインですけれども、
520 Pro はポータブルタイプですので、材料は動かさずにジグを近づけて加工するのような使い方ができます。大きな板だったり、作業台の天板から遠い位置に加工したい状況では、520 Pro の取り回しの良さが活かせるんじゃないかと思います。また、520 Pro のハンドル部分は45度ずつ、360度回転させることができますので、使用する場所や高さに応じて、使いやすい位置に設定することが可能になっています。トリガーの上部には、クイックリセットノブがついています。これは、クランプを解除した時のドリルガイドの戻り幅を制限するものです。クイックリセットノブを使用しない場合は、材料のクランプを解除した時に、ドリルガイドは目いっぱい後ろに戻ってしまいます。例えば、複数の材料に対して、一度にポケットホール加工をする場合、材料それぞれの板厚がバラバラな場合は、この状態でも問題ないのですが、同じ板厚の材料を連続して使う場合ですと、材料を入れ替えるたびに何回も何回もトリガーを押し込む必要が出てきてしまい、やや面倒です。1枚目の材料をクランプした時にノブを回してセットすると、材料のクランプを解除した時のドリルガイドの戻り幅を少なくすることができます。次の材料を挟んでクランプするときは、トリガーを押し込む回数が減りますので、クランプ時の手の疲れを軽減できる非常に優れた機能だと思います。520 Pro は携帯性を生かした使用スタイルが大きな魅力ですが、もちろん作業台の上に置いて使用できます。こちらも水平モードと垂直モードの2つのスタイルで使用できるんですが、実は520 Pro にはもう一つの大きな秘密があります。こちらは別売りのクレックドッキングステーション。ポケットホールジグ520 Pro とこのドッキングステーションを組み合わせて使うことで、なんと520 Pro にもデスクトップスタイルの快適性と機能性を追加することができるんです。ドッキングステーションには520 Pro と連結するためのステーションベース、2枚のサポートウィング、アジャスタブルストップ、ポケットホールジグクランプが含まれています。ステーションベースを介してサポートウィングを連結。クランプで作業台にしっかりと固定すれば、720 Pro に肉薄する性能を持ったコンパクトデスクトップ環境を構築することが可能。もちろん、使わないときはコンパクトに収納することができます。以上、簡単ですが、ポケットホールジグ520 Pro の紹介をさせていただきました。今回は、クレックポケットホールジグ2021年の新商品を中心にご紹介しましたが、最後に、クレックポケットホールジグをご検討中のお客様に、オフの店ウェブショップから嬉しいお知らせがあります。今、オフの店ウェブショップで、クレックポケットホールジグ720 Pro、ポケットホールジグ720、ポケットホールジグ520 Pro、ポケットホールジグ320をどれでもご購入いただいた方には漏れなく、オフの店オリジナル、クレックポケットホールガイドブックをプレゼントしています。ポケットホールジグの基礎知識や活用例、スクリューの選び方ガイドはもちろんのこと、ベンチ、シェルフ、スタンド、ボックスのポケットホールジョイントの利点を生かした4つの作品の制作過程をたっぷりとご紹介。この1冊で作品まで作れちゃう。ポケットホールジョイントに迷わない。DIY がもっと楽しくなる。盛りだくさんの内容をフルカラー46ページで収録した大充実の一冊を対象のポケットホールジグ購入者に無料でお付けしていますので、この機会にぜひ
フレックのポケットホールジグをご検討いただければと思います。2020年に発売となったフレックポケットホールジグ320/310に続いて新しくラインナップに加わったフレックポケットホールジグ720プロと520プロの登場により、ポケットホールジョイントの持つ可能性は大きく広がりました。ささっと加工、ささっと組み立て、スピード、使いやすさ、加工精度の全要素が大幅にバージョンアップしたフレックポケットホールジグで自分だけの DIY スタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか。